モンガラキャンプ場、今回はポイポイポイズン会。前回の装備を、まあ、使い回して、完全に使い回しではないですけど利用してポイズンで、まあ、制圧していきましょう。必戦ってこれ、まあ、実質ローラー的な範囲なんですかね。ローラーよりは長そうですね。あんまり使わないんですけど、そして見ないし、これ逃がさねえよ来世ではな。よし、じゃあちょっとこっちから行きます。ガチじゃないから当分こっちはフリーなんですよね。塗りましょうか、とりあえず、最近なんかすぐにキル取りに行こうとして向こうに行っちゃったりとかしたくなるんですけど、必戦でもやっぱり基本は塗りだな。塗り、最低限の塗りをしてから攻めていきましょうか。よし、まあ、こんなもんでしょう。上から失礼します。逃げられないぜ。よしよし、まあ、ここら辺はこのまま転がりでしょう。よし、もう一人いる。逃がす、捕らえた。よし、もう帰ろう。これでちょっと相手側、どうなってんだぐらいになってると思うんで、やっぱり基本は自陣側をちょっと制圧して押し込んでいくようにしないといけませんしね。というわけで、こんにちは、いるんじゃないかな。綺麗に乗っ取んねえ、相手側も。飛んでる？飛んでない。こんにちは、外れだぜ。おお、ボムラッシュ引いた方がいいな。あのスプリンクラーもちょっと生かして、ちょっと奥に乗りましょうか。よし、バリア溜まりました。来てそうだな、来てるね。うわー、お前かよ、ローラーかよ。さっきの、あなた後ろに隠れてたなくっそ、やられた。時間的にもこれちょっと困ったな。登れないし、かといって放置するとこの自陣が徹底的に荒らされそうですね。あ、ポイズン、バリア、うっそ、まずい。オッケー。こういう時にこの横の範囲の広さが、今回は必戦が生かされてるぞ。よかった、偶然ですけどね。たまたまですけどね。そうならないように押し込んだ方がいいのは間違いないんですけどね。まあいいや、ともあれ結構濡れてますし、スペシャルも今あるし、いい感じじゃないですかね。さっきはよく見たことだな。来るぞ多分これ読み勝ったぜ、見て、あーちょっと下対上か、熱い勝負だぜ。なんとなく引いたら負け。 OK、 よし、いい感じいい感じ、制圧完了。来てるね、これ。よし、ポイズン投げたかったよ。ああ、相打ち。カーボンさん、あそこからのもう一振りで持っていけるあたりは、本当近距離では理不尽めいた強さを発揮しますよね。いかにして近づくかですが。よし、いい感じに防衛。必戦ってなんで使われないんでしょうね。やっぱり射程がちょっと短いからですかね。それでまあ大体2発必要だったりとか、そういうことが理由なんですかね。やっぱりちょっと多めにちょっと塗り意識した方がデスも減るような気がしますね。まあ今回はこの調子でやっていきましょう。モンガロア、今回は夢はでっかく7キル3デスを目指してやっていきましょう。射程が長いのがこっちのが多いですね。となると私の塗りは結構意識した方がいいのかもしれませんね。ギターさんたちが気持ちよく塗れるような環境、気持ちよくっていうか、早くない、あれ。ちょっと止める、無理でした。受けて、よし、チャージしてる、今がチャンス。 OK、 向こうのが塗り早いだろうな。モミジいたか、このセンサーの速さ。モミジでしょうね、いくらなんでも速すぎる。あ、何やってんのお前、自分がモミジって言ったから、モミジ感覚で今スペシャル発動したやろわかりますよ何やってるんでしょうね彼は。よしよしよし、これ逃げられない。必戦は横に強い。よし、さっきあっちに行ったモミジがそろそろ遭遇する頃で、いませんね。奥にもうすでにいた子。うわい、卑劣爆弾。さあ、卑劣な一撃の後に追撃するぜ。
一戦からは逃れられない、一部条件に限る。オッケー、絡め取った。よし、まあここら辺あんま塗ってもな、リッターもいるのでこの辺りでなんかあの邪魔するっていうのも多分射抜かれて終わりでしょうね。ほら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 、どっから撃ってる？あっちか、今バレてないのであっちは塗らなくて大丈夫、大丈夫っぽいですね。不意打ち、不意打ち失敗。おっと、おわっ、うわ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 、すごい声出てますけど大丈夫ですか？これはちょっとだけ事前撮りして、あのシャッターをちょっと待ちましょうか。その方がいいですね。全然あの実家は乗ってないのでそれを待ちましょう。ちょうどいいタイミング、届け届け、よし、このまま、わーでもちょっとピンチを覆されてた。よし、ここら辺ちょっと塗って、いけるねー、出くわしちゃったよ、出会っちまったな。ほいクリティカルヒット、いただき、スイングね、帰る、無理、よし、選手交代。あーセンサーのタイミング最悪すぎる。ほい、オッケー、封印成功、もらった、ほい、トルネーダーどっちのだこれ。あー味方っぽいですね、見えたし、上、なんでそんな私を、アクロバティック、オッケー、やっぱこういう時は強えんだな。うん、横にグワッと行くからなんかあの逃げつつブレつつ動くみたいな打ち合いの時にはめっぽう強いですね。いい感じよ、ぴったり50、 OK です。ただちょっと綺麗に塗るには無感というか大雑把ですよね、塗り方。おお、いいじゃない、思ったよりね。よしよし、次はじゃあ74が71になったんだから7-2ぐらいですかね、生き返る感じで。はい、デカラインです、やっていきましょう、頑張りましょう。ポイズンで相手の武器構成は短、塗り強っ。極端っすね。あーとなると結構遠距離気味に回ってポイズンで牽制しつつ攻めていく感じですかね。ボム投げた直後にポイズン決めてやれると良さそうなんですけどね。みたいな、ほれ今とかさ、でもあの位置じゃ狙えないな。使う、よし、お早めに仕留める、あっ、そ、入った、まずい、後ろ疲れてるとは思うまいて、え、オッケーオッケー、うぅぅひどい。一応塗り勝ってはいますね。こちらもモミジの方がおそらく塗ってくれていますし、っかりあとスプリンクラーとかでほとんど塗る場所残ってないですね。ってなったらあとは防衛、チャージャーおよび必戦がどんだけちゃんと守れるかですね。今回は敵陣に攻め込むっていうのはしなくていいでしょう。塗り武器の方が塗り効率いいですし、スペシャルの餌にされて終わりでしょう。チャージャーが多い時とかなんかね、中央が全然動かないとかだったら別ですけど、そこら辺は状況を見て決めましょうかね。現状その必要性はまるで感じない。入った、でもバリア使うんですよ。あっ、オッケー、まだ一人だ、溜まって使うぜ、いるだろう、いない、でもすぐ来る、まずくね、これどこ塗られてんだ。中央は一応守りきってるはずなんですけど、あと少し足りない感じか、そこ捉えろ、よし、あ、塗りが、相手の塗りが強すぎて、あ、上がない、これヒット確認、うえ、よしよしよし、結果的に勝ってる、 OK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 、 よし、味方の方のモミジの方のポイズンも合わせてじわじわ攻めていきましょう。あと守りきれば勝ちですけど、これ1回でもこれ2デスとかもらったらやべえことになるからな。よし、焦るなよ、
さ、2つのポイズンで、よしよしよし、そこにいる。一旦引く。やられてはいけない。地味ですけど今回、なんかすごい、うわちょっと危ねえポイズンじゃない、あの9番ラッシュか。普通のシャープマーカーがどっかにいるらしいね。たまる、よし釣った、結果的に、よし逃がさねえ、オッケー、おっしゃ耐えた甲斐あったって感じの試合でしたね。最後にスッキリできてよかったです。いやしかしこんだけ長い時間ね、ずっとピンチつけれないっていうのは心臓に良くないっすね。ほんと珍しい試合だったような気もしますが、まあ最終試合にふさわしい感じの試合だったんじゃないですかね。はい、じゃあちょっと大変疲れたし、今回はここで終わりましょう。はい、ありがとうございました。